大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーのこちらのお二人です。どうぞ。どうも、頑張れるりえです。よいしょ、お願いします。あ、聞いたよ、聞いたよ。何ですか？歌番組でかすったんだって。ヒコのヒコのやってる。いや違う、本当にもうこれ大かすりしたって。マイムでね、マイム教えて教えて。おお、好きよね、そういう話。人のかすった話大好きなんだ俺。何ちゅう人だよ。何かす、どうしたの？人の不幸もそんな。どうしたの？いつもよりもすごいしてる。めっちゃ興奮してるやん。前のメリア。うちらの話そんな風に聞いてくれたことないでしょ今まで。何がどうしたの？いやもうちょっと本当にそのヒコさんがやってらっしゃる音楽番組にね、あの行かせていただいてす。それこそ今やってるマイムという。森さんちの大島さんと3人でやってるアーティストとして、あのヒコロヒーさんの音楽番組にこの間行かせていただいたんですけど、あのトークで本当に私たちが変なキャラをつけて行くもんですから、でもそのキャラも滑ってるのにボケ散らかして、ほんでヒコロヒーさんに全任せて申し訳なかったよね。本当にやばかったです。でもアーティストとして来てくれてたんで、もうそのアーティストなんか、私たちでも普段はトーク NG なんで今日はなんか特別ですみたいな、そのキャラ、アーティストとしてのキャラでやってて、最初はお、ほうほうみたいな感じで、私もあ、なるほど、でも今回は出てくれたんですねみたいな、それなんでなんですかとか言って普通に聞いてたら、なんかそれもいや、まあ理由は言えないですけど。中身ない中身ない、別にみたいな、別にみたいな。え、なんか今回そのアーティストとしての活動どうですか、いや特に。マジですごい空気でした、別にそれが受けてるわけでもない。いや、まあ音楽番組やから受けるとかは別にないから気にしなくていいんですけど、すぐやめたらいいのにやめ時も分かんなくて、私たちそれは難しいよね。でもなんかね、ちょっとだけ本当にルーヤちゃんがなんかちょっとだけですよ、なんかあの側では頑張ってやってるんです、頑張ってそのアーティストキャラみたいなのやってるんですけど、やっぱところどころでこうパッて目見てきて、ヒコさん今うちらやばいですよねみたいな、これ大丈夫ですかねみたいな顔はね一瞬だけしてたんで、なんか私もちょっとだけおもろなってきて、あれこいつ どっちで行くんやみたいな、ちょっとだけおもろなったんで、あのでもさ、あの前さ、あのゴールデンラジオでしてたあの話してやみたいな、思いっきり一本グスの話してたよ、ね、あれやってやって音楽番組で言うと、もうその時だけやめてください、やめてください、ちょっと逃げるな、ちょっとその時だけちゃんとルーヤちゃんに戻って、音楽番組で一本グスの話してアーティスト見たことないですから、ね、して欲しかった、ね、ヒコロヒーの何振ってるんだよ。いやここで聞いて大笑いしてたからその話、ね、はい、面白かったけどね、はい、面白かった、まあ、でもな、うん、歌番組でやる話じゃないかもしれないな。勝ったか、よかったよかった。じゃないんですよ、本当に固めていこうね、キャラちょっと固めていきます。また固まったら次必ず彦さんの MC の時に、うんうん、またね、はい、試して彦さんで試させていただいて世に出す、はい、めっちゃありがたかった。とんでもないです。さて今日はそうですね、今回本日のテーマが入り浸っています、はい、入り浸ってます、はい、ということで、まあ、入り浸ってるというそこまでの話じゃないかもしれないんですけど、あの最近の話で、あの私がその近所を歩いてたんですよ、ちょっと用事を足しに、近所、はい、近所を歩いて、用を足しに、用を足しに、一本嘘じゃない全部用を足しに、公衆トイレを探して、違ういや家にトイレあるから近所だから、あの用事を足しに、用事を足しに歩いてた、用事を足しに歩いてたら、はい、コンビニの前を通ったんですよ、そしたらコンビニのレジのところに、椿鬼奴さんと、あの旦那さんのグランジの大さんがレジでこうなんかやられてたんですよ、たまたまで、あなんかやってらっしゃるわと思って、まあそのままスルーして、あの用事を足しに行ったんですよ、でそこからも1時間ぐらい経って、また同じコンビニの前通ったら、またいて、そのレジの前に、何してんだろうと思って、でちょっと待ってたんですよ、で出てこられて、おはようございますって挨拶したら、何されてたんですかって言ったら、なんかあの最近引っ越しをされて、で粗大ごみシールってあるじゃないですか、粗大ごみ捨てる時に貼らなきゃいけないシール、それをちょっと買ってたんだよねみたいな、もうねすごい大変でさって言って、いろいろこれぐらい買ったのって言ったら、すごい札束ぐらいの量の粗大ごみシール、え何そんなに捨てるんだっていう、でそんなにですかって、そう、もともとあのさっきね1時間前に6500円分買ったんだけど、それでも全然足りないからまた買いに来て、あれだけくださいって言って、あれだけもらったのって言って、もうとんでもない量の、すごい量の粗大ごみシール、
そうだよ、うん、もう家の中のもの全部多分捨ててると思います、あの方たち。鬼やっこ。鬼やっこさんと大さんは。うん、で、それで、そんなにですかみたいな言ってて、うん、で、その時に、たまたま雨も降ってた、雨が降り出してたんですよね、うん、コンビニから出たら、うん、そしたら私傘何も持ってなくて、うん、でもお二人一本ずつ傘持ってたから、うん、私たちの傘一本貸してあげるよみたいな、うん、いや、いいですいいですって、うん、もう本当に大丈夫ですのでって言って、私満タンで終わるかなと思ったんですけど、うん、ずっともういいからいいからあげるあげるあげるからって言って、で、うん、そうですかみたいな、もう家もすぐそこだったんで、うん、そうですかなんて言って、うん、もらって刺したらもうゴミみたいな傘で多分粗大ゴミシール1枚はしょったというか、節約してたもん、いいよこれゴミみたいなもんだからって言って渡してくれたんですよ。だから粗大ゴミシール1枚こうちょっとなしにしようとしたんかなっていう話です、うん、ちょっと粗大ゴミ渡された。先輩に粗大ゴミ渡されたっていう。どんなボロボロの傘すごかったです、もう全部折れて、ゴミみたいな傘、ゴミみたいな、多分そのまま捨ててこうかなってしてたんじゃないかなっていうような傘を渡してくれたんですよ。それ大事に使ってるの。大事に一応やっぱ優しさなので先輩の、さあありがたい、断り方が下手だったね。まあそうですね、ちょっとワンタンでしっかり答え、断らなかったらいらないですって、うん、でも先輩がなんかね、うん、ちょっとすごい言ってくださって、あいあい傘したいからぐらいなことを言ってたんですよ、うん、先輩も、あいあい傘して帰りたいからみたいな、なるほどね、すごい言って貸してくれて、でも帰り全然、うん、大さんが傘持ってたんですけど、やっこさん全然入れてなかったんですけど、めっちゃ濡れてた、すっごい濡れてびっしょびしょでしたね、やっこさんびっしょびしょ、びっしょびでもいい夫婦なんですよ、二人が、本当に優しい、いつもお世話になってる夫婦だよね、やっこさんたちは、すごいありがたいなと思いました。私も雨に濡れるのが好きな女ですからとかな。あ、まあ、なんかこう、なるほど、そっか、そういうのを言ったら雨の似合う女ですからとかな。そういうの言ったらよかったですね、うん、私も全然、うん、いいですいいです申し訳ないので、だけどそんなシャレの聞いたことも言えずに、うん、いいですいいです、うん、もう申し訳ないので、うん、いいですいいですの一点張りだったんで、うん、ちょっと雨が似合う女なので、うんうんうん、ちょっと濡れて帰りたいぐらいの感じだ、よかったね、そうか、もう、うん、雨にもうシャワーも、うん、シャワーを、うん、シャワー風呂入ってないんで、昨日ちょうどシャワーになるので、そんなにかっこよちょうどそしたらできたらシャンプ ーできたらシャンプーの方貸してくださいって風呂入ってないんでちょうどいいんでシャンプーしながら帰る、シャンプーで帰りますからいやそんな近くなんだ、でも多分お家もそうです、もともとめっちゃ近くて、うん、でちょっと引っ越されてちょっと離れちゃったんですけど、うん、そうなんです、そうなんです、そうなんだ、よく、うん、うちの近くをそんなになんでそんなこまごま歩いてるの君は。私ですか、いや家の近くを、いやその小一時間も、いやまあそう用事がある、うん、まあ、結構私散歩が好きなんですよ、うん、ほう、散歩しません、あんまりしないな、私全くしない、全くしないですか、うん、なんかちょっと外歩きたいなって時ないですか、うんうん、気がついた時ちょっと徘徊してるけどね、徘徊心配しますよって言ってください、あーと思って、徘徊って言わない、ここ外かと思って心配それは徘徊散歩ですよ、散歩って言ってください、心配だ、うん、家族心配だよ心配だよじゃない、心配だよ俺は、うん、じゃあお散歩しに、はい、あ、じゃあ用事を足しにっていうのは、用事を足しにっていうのはもうちょっとお散歩、うん、はい、嘘ごめんなさいなんでその嘘つ、散歩しにでいいやん、じゃあ、いやでもちょっと散歩しにってなんか弱いかなと思って弱いオープニングの最初の一言目としては弱いかなと思って、まあ、ちょっと弱い感じだ、ちょっと散歩は弱いかなと思って、まあ、よりは用事を足しにの方が1時間後帰ってくる理由もなんかあるのかな、うん、散歩だったら1回目にちゃんと挨拶もできてできたし、なるほどなるほど、ちょっと急いでた感じを出したかったんや、で1回目で挨拶もできたんですけど、さっきの練習の方がなんか上手に喋ってたけど、あ、練習してた、練習したんだ、真面目やね、いい子らなんやな、やっぱ前回彦さんに迷惑かけてってのがあったのでやっぱまた彦さんの前で滑ってる姿見せたくないじゃないですか、彦さんの前でね、いやいやいや、面白いと思われたいです、でそのじゃあ音楽番組でかすったっていう、まあ、イメージが結構頭の中残ってるんだ、はい、まあ、今日も、ああ夢にでも、うん、夢にも出てきますよ、あの時は、ああ本当に、ヒコさんなんかすごい疲れてらっしゃった、うん、やっぱり、はい、やっぱ俺もそうじゃないかなと思ったんだよ、本当にもうどっと疲れちゃった、なんかもう時々ね、あのヒコのテレビね、あの見るともなしにチラッと見てるとね、
この女疲れてんなって思って。そうなんです、最後氷川さん今日はありがとうございましたって言って、うんうんうん、ありがとうって言いながらもう目もなんかビー玉みたいな、うん、なんか光が全然ない反射して光吸ってない目してさ、光吸ってない目でもうそのままスタスタって、いやいやそれ分かる分かる、いやいや時々見ててそう思うよ、うん、心配になります、下手するとちょっと投げやりな時あるんだね、こいつこの番組投げてんのかな、ない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 、全番組一生懸命やらせていただいてるマイムが出た時はマイムに打って疲れさせられた、マイムに目ん玉の光吸われただけ、疲れた、あれしびれたな、やばいやばいやばい確かにあれ面白い、面白かったけど、秋ですね、秋ですね、秋ですね、やっぱり秋ですね、どっか行った、どっか行った、行きたいとこないの秋、うわうわでもひこさんとご飯行ってみたいです、えクリスマスの日誘ってくれ、なんて下ネタ言った今絶対やめてよなんてクリじゃあやめてクリスマス、クリスマス、ね、クリスマスの日に誘ってくださったんですよ、稲田さんと、ね、去年、去年の、うん、早い、もう1年ですね、なんで行かなかったの、誘ってくれたのに、いやクリスマスイーブの日だったんですよ、ね、うん、確か、なんでです、多分海外か何か、海外か何かで、ね、ちょうどいなくて、なんかわしが女芸人たちとこ飲んでて、うん、まあ、ちょっと家も近いっていうから、うん、その彼女たちの頑張れるやちゃんの近所で飲んでたんで、うん、あちょっとどうかなっつったら、なんかね、ちょっと海外、すいません海外いますみたいな、なんかちょっとかっこいい感じの断られ方されて嫌でしたけど、ね、腹立った、やっぱり海外で、うん、もう海外が今もうここもちょっとトランジットみたいなもの、何がやね、腹立つな、ゴールデンラジオから文化放送トランジットと思うなよ一生懸命やれトランジットで腹立つないいねトランジット何がいいんだか分かんないよはい、楽しい話をありがとうございました、ありがとうございました、ということで、うん、月1レギュラー頑張れるやのよっちゃんとまひるちゃんでした、ありがとうございました、うん、明日は経済学者の金子まさるさんです